はじめまして、谷内大也と申します。今回なんですけれども、先日行われた羽生結弦さんのリプレイツアーの感想をお話ししていければと思います。先日ツイッターに投稿したメモの方をですね、ベースにお話していきますので、内容が重複してしまうかもしれないんですけれども、ぜひ見ていただければと思います。私はですね、羽生結弦さんのスケートを見るのが本当に初めてでして、初心者も初心者なので、まあ、知識とか全然足りない中ではの感想動画になるので、あらかじめご了承いただければと思います。あと、私はディレイビューイングの方を、2回見てきたんですけれども、後日、その CS テレ朝チャンネルさんの方で、配信されていたっていうことを知りまして、録画ができていないので、完全にそのビューイングの2回しか見てないっていう状況になりますので、もし間違いとかあれば、コメントの方で教えていただければありがたいと思ってます。それではお話ししていこうと思います。まずはオープニングのところから感想を述べていきます。オープニングでは、まず、羽生くんがゲームをしているところからスタートすると思うんですけれども、そこでは8ビットの BGM がかかってました。この8ビットっていうのはファミリーコンピューターで使われていたビット数のことなんですけれども、おそらく羽生くんが遊んでいた、昔ゲームを遊んでいた世代っていうのは、ファミリーコンピューターよりはその次の世代のスーパーファミリーコンピューターがメインだったと思うんですね。で、僕も、羽生くんと同い年なんですけれども、その世代っていうのは、スーパーファミリーコンピューターの世代ではないんですけれども、自分の親とか、親戚とか、お兄さんとかが、よくスーパーファミコンを遊んでいる。で、そこをこう、小さい頃から見ているような世代なので、おそらくスーパーファミリーコンピューター世代だと思われます。羽生くんも。ただ、そこを、あえて8ビットのファミリーコンピューターの方の、BGM をかけるっていうのが、すごい直感的にゲーム音楽っていうのがわかりやすいのが8ビットになっているので、そこを狙って8ビットを使っているんじゃないかなと感じました。で、続いて、ゲームを起動して、日数を選択する画面があったと思うんですけれども、そこでは11月4日を選択されてましたね。この11月4日っていうのは、その埼玉スーパーアリーナ1日目の公演っていうところで、11月4日が選択されています。で、それ以外にも、上の方に何個か日付があったと思うんですけれども、これはちょっと自分ではわからなかったんですが、おそらく過去の、ツアーの公演日だったりとか、羽生くんにとって大事な、選手権であったりとか、そういった日付がおそらくあそこには、記載されていたのではないかなと思いました。で、その後はですね、羽生くんが実際にリンク上に現れまして、そこでプロジェクションマッピングが、光でリンクの上に映像を投影するっていう風な演出がされていたんですけれども、このプロジェクションマッピングが、なんとなくゲームの起動画面のような雰囲気が出ていて、例えば、四角の網網みたいなのが、こう、ファサーって揺れる演出があったりとか、四角の、なんて言うんでしょう、キューブ状のものがですね、こう、流れるような演出があったと思うんですけれども、これが、非常にプレイステーション2の起動画面であったりとか、あとは、その最初に述べた網網の演出っていうのは、多分違うとは思うんですけれども、スーパーファミリーコンピューターのコナミさんのゲームの起動画面で主に使われていた、グラフィックがなんとなくこう思い浮かぶような演出だなと思いました。そして、最初の曲ですね。いつか終わる夢。こちらはですね、初めて見させていただいたんですけれども、腰をこう、深く落としたような、
こう重厚感のある滑りをされていて、でさらにその氷上に氷の上に映るプロジェクションマッピングっていうのが激流を流れるようなそういう演出になっていたのかなと思います。激流にこう逆らって、滑るというよりは流れに自分も身を任せて滑るような、ステップをされている印象でした、はい、その後はですね、羽生くんがカメラにこう近づいてきてですね、こう布をこうファッと撮る演出があったんですけれども、これはちょっと男の自分でもさすがにこうドキッと刺さられるような、もう本当にグッとそのリプレイの世界に引き込まれるような演出がされていて非常に魅力的でした。はい、はい、その後はですね、映像の方に戻りまして、最初に激流に飲まれているっていう風なフレーズがあったと思うんですね。でこの激流ってなんだろうって思った時に、単に水の演出がさっきあったので、それに抗う、運命に抗うみたいな、そういうイメージなのかなと思ってたんですけれども、たくさんの周りに命があるっていう風なセリフもあったと思うんですね。でこれはあくまで自分の解釈なんですけれども、おそらく自分はまだこの世に生まれていない存在なんですよ。で、その中で見えない命は、見えない命が周りを、自分の周りを流れているっていう風な状況をイメージしてました。それが、いわゆる命が流れている。それが激流だっていう話ですね。で、まあ、これもおそらくなんですけれども、その輪廻転生っていう言葉がありますよね。人が死んだ後、他の命に生まれ変わって、その命と命の巡り合わせですかね。命が尽きてもその後また新しい命に生まれ変わる。で、その新しい命に変わる瞬間っていうのは、おそらくこの世に生まれていない自分が周りにも同じような存在がいて、その中から一つを選択して自分が生命としてこの世に生まれてくるみたいな、そういうものをなんとなく想像してました。はい、それがこの激流っていうところの、自分なりの感想になります。さらにその流れている命を手にすればこの激流から逃れることができるかもしれないっていうフレーズもありましたね。でこれはまさにその流れている命を一つ手にすることによって自分は生命としてこの現実世界で活動していく、だから激流から逃れられる、そういうふうな表現なのかなと思ってます。でその後流れる命を手にするかっていう選択肢が出てきてイエスを選択してました。これで、自分が生命としてこの世に生きていくっていうものを選択したことになるだと思いました。はい、そして次の、曲がですね、鶏と、蛇と豚ですね。ちょっとこちらの曲は自分の方でまだ何も調べてなくて、本当に見たありのままの感想になっちゃうんですけれども、先ほど生まれたっていう風な演出という解釈をしたので、おそらくその命に関わるようなあの演出なので、ここはお経が最初に流れていたと思うんですけれども、そこが命につながりがあるっていうところで、お経なのかなと思いました。でさらに、リンクの真ん中に赤色のライトがこうパーッと走っていて、こう道のような縦長のこう赤いライトがあったと思うんですけれども、これが命とか血の巡りみたいなのを表していて、さらにそれが、先ほどの激流から現世に出てくるこの道のような、そういう風な印象を受けました。はい、でその後は、小さい小ステージの方ですねに向かいまして、そこではこう激流の中でまさにこうもがくような、こういう風な振り付けがありましたね。あそこはもう本当に
めちゃくちゃ近いなって思って、前にいた方たち本当に羨ましいなって素直に思いました。あまりこうスケート以外の、氷の上でないところのパフォーマンスっていうのは、自分は初めて見ましたし、なかなか見る機会もないのかなと思ったので、本当にいいものを見させてもらったなと感じました。その後また映像パート戻ります。その後ですね、黒字に赤のテキストで、息をする、できない、やめるっていう文字が、バーッとこう出てくる、そういう演出があったと思うんですけれども、息をする、できない、やめる、できない、やめるってあったと思うんですね。で、あれは、これも 多分間違ってるんですけども、スーパーファミリーコンピューターの、新女神転生というゲームがありまして、このゲームにすぐに消せっていう、こう、有名なワードが ありまして、すぐに消せ。これはちょっとホラー寄りなので、調べていただければ出てくるんですけども、一覧、一応閲覧注意でお願いいたします。新女神転生、すぐに消せで調べると、まあ、どういうことなのか わかると思います。おそらくこれのオマージュというか、同じスーパーファミリーコンピューターというのもあって、多少意識しているところはあったのかなと勝手に思ってます。この息をする、できない、やめるってどういうことなのかというと、息はこう無意識に普段してるものじゃないですか。息をしようと思ってしてるわけではなくて、で、息をする。で、できないっていうのは、息ができない人もいますよね。こう、病気があったりとか、いろんな問題で、こう、息ができないという、そういう方もいらっしゃると思うんですけれども、その、息を無意識にできる人もいれば、できない人もいて、さらに、息をやめるっていう選択肢を、取られる方もいると思うんですよ。で、これっていうのが、その、生まれてきたけど、その人生には、こう、障害もあるし、まあ、それがその、息をするできないの物理的な部分とか、あとは精神的なものも、まあ、障害としてあると思うんですね。で、それの選択肢なんだと思います。これは、息をしなくちゃいけないとかじゃなくて、するもしないも自由ですよ。あなたの選択次第ですよっていう、命に対しての寛容さみたいなものを自分は感じ取りました。で、これはちょっと話が逸れちゃうんですけれども、僕も好きなんですけども、羽生結弦さんが好きなアーティストのバンプオブチキンさん。バンプオブチキンのスーパーノバっていう曲があるんですけども、この歌詞の中にも、こういう無意識に息をしているっていう風なフレーズがあって、それがちょっとピンと頭にきました。意識をすると息が苦しくなる。息は無意識にしているものだから、意識をしてしまうと、今まで息をしていたことを思い出すっていう風な、そういうフレーズが入ってます。これはちょっと余談でした。で、この後ですね、また映像パート行きまして、羽生くんがこうミニキャラをこうズバズバズバーって倒していく、面白い映像があったと思います。で、これが、まあ、経験値とレベルアップを重ねることによって、さらなる敵を倒していくっていう演出になっていたんですけども、ここもちょっとプチ情報で、倒せない敵が現れたら、装備を集める必要がある。装備を作るには、素材を揃えるみたいな描写があったと思うんですよ。敵を倒して、こう、氷とかコインとかを拾って、それを使って新しい防具を揃えるみたいな演出があったんですけれども、この演出をやるんだったら、単純に敵を倒して努力を重ねて、その経験値で新たな敵を倒せばいいになるんですけども、装備を揃える敵から装備を、素材を集めるっていうところが、多分彼自身が本当に好きなゲームのモンスターハンターのリスペクトなんだと思います。で、モンスターハンターはモンスターから、素材を剥ぎ取って、
それで防具を作るっていうゲーム性になっているので、まあありがちな設定かもしれないんですけれども、装備を揃えるっていうワードがどうしてもモンスターハンター、彼自身も大好きなゲームでプロモーションとかやられているので、ちょっとここの意識が若干あったんじゃないかなと思いました。で、その後は、ある日夢を見たっていうので、トロッコ問題ですね。一人を取りますか？五人を取りますか？っていうところの、イエスノー、イエスノーの選択肢。で、これは、まあ、よくどっちが正解だ、みたいな、道徳問題みたいな、あると思うんですけれども、まあ、夢って言ってるので、ここは、正解はないのかなと思ってます。一日目は、五の方を取って、で、その後は、ホープ&レガシーに行ったんですけれども、ここは2日目は脳に変わったっていうのをツイッターで拝見して、で、そうですね、この時にアドさんのアシュラちゃんが出てきたっていうので、もうここは本当に2日目見た人は度肝を抜かれたんだと思います。自分はまだ見てないので、本当に見られた方が本当に羨ましいなと思ってます。で、1日目はここでホープ&レガシーが、ホープ&レガシーに行ったと思うんですけれども、ここで、さっきの、生まれてきたものの人生には障害があるっていう話をしたと思うんですけれども、ここが若干つながっていて、で、ホープ&レガシーについてちょっと調べたんですね。そしたら、ですね、障害者も健常者も常に生きられる世界。その新しい価値観を作り出すことが遺産、レガシーになるっていう風な、そういう気持ちが込められてできた曲だっていう記事を拝見しまして、で、これがまさに先ほどの生まれてきたけれども息をするできないっていう苦しみがあってできない人もいる、そういう障害を抱えている人もいる。けど、そういう人もひっくるめて、その全てに共に生きられる世界っていうのに、価値観を見出す。それこそが遺産だ、レガシーだっていうところにつながっているので、この流れはすごい、美しい流れかなと思ってます。ここでは、失敗を繰り返すのが人生だっていうところが、テーマになっているのかなと思ってます。で、ここでも、羽生くんがコントローラーを握ってゲームをしてるシーンが出てきていて、で、何度もこうやられてしまってゲームオーバーになって、けどコンティニューをひたすら選び続けるっていう演出になっていたんですけれども、ここでちょっと気づいたのが、最初は降ってくる岩をこうアクロバティックなこうハンドスプリングでこう避けてたんですよ。で、やられてしまって、あ、クソっていう、ちょっとこう焦りとかこう失敗に対するイラつきみたいなのがあって、そこもすごいいい表現だなと思ったんですけれども、だんだんと成功を身につけてくると、ああ、なるほど、こうかっていう風な、不敵な笑みを浮かべる羽生くんが、もうなんか続々と来てしまって、もうそこが本当に見ててたまらなかったですね。失敗の中で成功をどんどん学んでいく。で、成功するたびに、これがハンドスプリングだったのが、スケートのジャンプに変わるんですよ。こう、くるくるくるって回る。ジャンプを途中でし始めていて、それが、こう、成功につながるっていう、演出になってるのが、すごい、細かくていいなって思いました。そして、その、ゲームの中では何度も死んでしまったけれども、現実世界の自分は死んでいないよなっていうことに気づきます。で、ここの、一度も死んでないだろうっていうセリフが、この後出てくる、メガロバニアが流れるゲームの、アンダーテールというゲームの中のサンズっていうキャラクターがいるんですけれども、そのサンズのセリフが、この一度も死んでないだろうっていうセリフなんですね。で、ここからはもう、すごい展開の続きになっていくんですけれども、その後はですね、羽生くんがパッと現れて、BGM がない状態で、無音で滑り出すんですね。で、ここがもう本当に鳥肌立ちまくりですごい興奮したところなんですけど、氷を結構強いキックでガンガンガンって進んでいくんですね。
それがもう会場にこう音がダイレクトにこうガンガンガンってこう響き渡るような、そういう風なプログラムになっていて、さらにその氷が削れる音っていうのもすごい美しくて、あとは個人的に好きだったのが、足のつま先で、こう、カカカカカカカってやる。伝わるかな？つま先で、こう、地面を震わせる。カカカカカカってやるのがあって、そこがビューイングではアップになってて、もうすごい美しく見えてて、そこは非常に興奮しました。大好きです。無音の演出。で、その後は、メガロバニア流れましたね。いや、これはもう本当に びっくりというか、もう何が起こったんだっていうぐらい興奮してしまって、イントレが流れた瞬間、頭が真っ白になってしまいましたね。で、メガロバニアでは、回転系の技がくる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 っていうのがすごい多い印象を受けて、そのスピード感、まあ、結構ドラムが速い曲なので、それに合わせてくるくるくるなんですけれども、その曲、そのくるくるくるって回る遠心力のこの、なんて言うんでしょう、だんだん大きくなるこの感じと曲のリズムがなんかすごい合ってるように見えて、めちゃめちゃ精密に計算されて、されたこのスピンっていうのを感じました。なんて言うんでしょう。サビの部分で、タタ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 タみたいな感じで、もう見てて本当にあそこは興奮しましたね。いいものを見せてもらいました、本当に。はい。はい。で、その後はですね、メガロバニア終わりまして、で、続いてラスボスが登場するっていう、ムービーが流れてましたね。で、ここは、ラスボスに最初は勝てないですけれども、こう、セレクト画面に羽生くんがこう、何人も映るんですよ。で、一人やられたら、次の羽生くんが出ていって、またちょっとやられてしまって、次の羽生くんが選ばれるっていう風な、そういう演出になっていたんですけれども、その、着ている衣装が、全部違ったんですよ。あれは、おそらく、過去に着ていた衣装、歴代の衣装なのかなって思いました。あれが仮に歴代の衣装なんだとしたら、今までの自分には倒せなかった。けど、最後の羽生くんは、ラスボスを撃破することができたので、過去の自分には乗り越えられなかった壁っていう風な演出で、ラスボスは出てきたんだと思います。で、その後、あなたの人生に、超えるべき壁はありますか？っていう風なフレーズが出てきて、リンクの真ん中にイエスっていうボタンの表示が出てきて、そこを羽生くんがこうシャーと言ってですね、足でカンって踏むんですよ。そうすると、その後出てくるというか、その後につながるのが、6分間の練習ですね。これはちょっと自分が完全に初心者だったので、この6分練習っていうのを理解してなかったんですけれども、スケートでは割とこう、毎回あるのかな？ 6 分練習。これもなんか見ててすごいいい演出だなと思って、最初は、8ビットの BGM が、ゲーム BGM が流れるんですね。で、おそらく3分終わった後、後半の3分で、こう、ロック調の BGM がかかって、ちょっとこう緊張感の高まっていくような BGM に差し替わりました。で、その後は、練習が終了すると、ブザーがブーブーブーっていうのが鳴って、ここから本番が始まるっていうふうな、こう初心者でも分かったんですけれども、あれは練習だったんだっていうので、これからとんでもないことを始めるんだなっていうワクワク感と緊張感みたいなのがすごい感じられました。そこですごい印象的だったのが、リンクの端の方に行って、羽生くんが、こう、ちょっと汗を拭いたりとか、鼻を噛んだりとかっていうのをしていて、水をこう飲むんですけども、プーさん。羽生くんといえばプーさんだと思うので、プーさんのティッシュケースがあるんですけども、そこに、こう、ちょっと撫でるというか、プーさんの顔を触るっていうところが、ディレイビューイングではアップに映されていて、もうそこが、グッときましたね。これはもう決意の瞬間、これから本番に
挑むから、それの決意の表れみたいなのが感じられていて、もう見ていてすごいグッときました。で、その後は、こう、十字を切る。こういう、多分ルーティンでやってるんだと思うんですけれども、そこの集中力もすごい、こっちも見ていて緊張するような、ハラハラさせられるような、そういう風な演出になってましたね。で、その後は、破滅への使者が始まりました。で、これは、なんといっても、ジャンプが本当に素晴らしくて、初めて、長時間、羽生くんの滑りを見たことがなかったので、本当にテレビの中のカットでしか見たことがなかったんですけれども、6分練習を含めると、10分強ぐらい多分時間があって、その間ずっと滑ってるんですよ。おそらくその足を止めることなく、ずっと滑り続けている中で、あんだけのジャンプを7回か8回ぐらいやってたんですよ。ちょっと途中で 見るのに集中してしまって数えられてないんですけれども、おそらく7回か8回ぐらい飛んでたと思います。で、途中で転倒もあったんですけれども、もうなんかそれですらちょっとグッと来てしまって、転倒した瞬間も、皆さんはこう拍手をされているんですけれども、その、転倒を見守る拍手というか、会場の一体感みたいなのがすごいあって、ビューイング会場でもみんながこう、深くうなずきながら拍手するような、こう心からの応援っていう風な拍手があって、そこはもう見ていて本当にグッときましたね。で、その後もですね、ジャンプに挑戦していくんですけれども、その後はもうすべて完璧に、飛ぶことができて、その後はですね、右手を高くグッと上げるっていうところが、もう非常に、この時はもう泣いてても よく、前が見えてないぐらいの状態だったんですけれども、すごいここは感動させられましたね。そして、そして映像ですね。クリアっていう文字が出てきて、そこで、こう、ようやく一区切りっていうところなのかなって見てて思いました。あ、これで、その10分間の、6分間の練習があり、ラスボスも倒したけれども、さらに超えるべき壁は自分にはあるんだっていうので、その本番に挑戦する。ここが、ちょっと ごめんなさい。言葉に表しにくいんですけれども、ちょっと思ったのが、通常の、なんて言うんでしょう、コンサートとかであれば、自分の持ち曲を、今までできるものを披露する場として本番って存在している。どっちかというとそういう、印象を受けるんですけれども、羽生くんの場合は多分なんですけれども、できることを披露する場としてあのツアーは用意されてなくて、本番そのもので挑戦をしてるんですよ。ちょっと日本語合ってるか 非常に怪しいんですけれども、そう、自分ができるものだと思って、こう、それを披露してるんじゃなくて、その当日、ようやく挑戦を行うっていう風な、そういう印象を受けましたね。これが、6分練習からの自分に超えるべき壁として、破滅への使者で、ジャンプの7回、8回っていうのがあったんだと思います。そして見事にクリアっていうところで、もうここでスタンディングオベーションかなって 本当にそれぐらいの感動があったんですけれども、さらに続きます。で、ここで映像の方で、こう、セーブ画面が出てきて、クリアしたのでセーブしますよね、ゲームだと。で、ここは、11月4日の1個下が選択されていて、空のデータなんですよ。空のデータに、新しく保存、セーブをしようとすると、セーブデータが壊れてるっていうのが出てくる。もうこれはちょっとびっくりしました。この、クリアからのセーブデータが壊れているっていうので、現実にこう一気に戻されるみたいな 見てて会場も結構ざわついてたんですけれども、あれもなかなかこの演出をこう考えてくる羽生くんのセンスっていうのが本当にすごいなと思いました。大好きです。セーブデータが壊れてる。で、ここで30分間の、氷を整える、休憩時間が
ありましたね。で、この後、後半につながっていくんですけども、後半も同じようにオープニングの映像が流れて、で、ゲーム画面が出てくるんですけれども、ここは、プレイじゃなくて、リプレイになってましたね。ただそのプレイは、遊ぶの方のプレイ、L の方のプレイになってました。で、その後はいつか終わる夢、RE、リっていうのが書かれていて、同じ曲なんですけれども、こう、サイドっていう、サイドなんですかね、こう、RE でリっていうので、もう一度やるんですけれども、そこの、またこのカメラのアップがあるんですよ。この布を撮るアップが出るんですけれども、ここで気づいたのが、すごい量の汗をかかれていて、30分間さっき休憩あったけども、これくらい滝のような汗をかくくらい、もうめちゃくちゃ体力を消耗してるんですよ。それくらい前半パートの、まあ、破滅への使者もそうですけれども、前半ですごい濃密な滑りをされていたっていうのが、この瞬間見てわかりました。で、その後はまた映像パートに戻って、流れる命を手にするかっていう選択肢がまた出てきましたね。で、ここでは、ノーが選択されたんで、ここもちょっと度肝を抜かれました。もう一回、その成功した、クリアまでの道筋を、セーブデータが壊れたんで、もう一度イエスから始めて、またラスボスの撃破まで向かうのかなって思ってたんですけども、ノーを選択したんで、この瞬間、このリプレイツアーの狙いみたいなのが、ちょっと直感的に出てきて、ちょっとそれを解説させていただきます。まず、前半部分では、このリプレイツアーはですね、自分の、こう、一個人としての人生を描く、そういうふうな印象を受けたんですね。それは、羽生くん自身ではなくて、例えばゲームの中の一人でもいいんですけれども、不特定の一人のとある人物の、人生として描く。そういうふうな印象を受けていたんですけれども、そのままクリアしてしまったので、その後半パートでは、別の人生の、パートとして描かれるのかなと思ってたんですけども、流れる命を手にしないっていう選択肢だったので、もう見ているときは混乱してしまって、生まれてないっていうふうな、そうなってしまったので、あ、これは人生ではないっていうふうに思いました。で、人生よりももうちょっと話の広い高次元の、物事をテーマにしているのではないかなっていうのを思って、これは、前半では生まれてきているので、一つの命ですよね。で、後半は生まれてないので、生まれてきていない、存在しない命っていうところにフォーカスさせられていて、で、この脳を選択して生まれていない自分を描くっていうので、人生よりもさらに上のレベルの 話をしだしたっていうのが、すごい、今でも記憶に鮮明に残ってます。はい。で、ここでちょっと印象的なワードがあったのが、この世に生まれなかったその自分、空っぽの器っていう言葉が出てきていて、このゲームの中の住人的な例えをされていて、この自分がゲームの中の住人なんだとしたら、このゲームを作ったのは神様かっていうふうなセリフが出てきていて、ここは、現実世界でも、今我々が 住んでる世界でも、人間の命は誰が作ったんだみたいな。人間は誰が作ったんだっていう問いがあると思うんですけども、まあ、人間は神様が作ったんだとか、命は神様が作ったみたいな、そういうふうな表現をすることがあると思うので、おそらくそれの比喩表現になってると思います。で、自分はこの世に生を受ける前の姿なので、空の器ですね。命のない、ただの空っぽの姿になってます。で、ここが、モブかもしれないし、主人公かもしれない。ここもゲームの表現が入ってきています。で、これはさらに、何者でもないという自由を示していて、何者でもないからこそ何者にでもなれるっていう、そういう希望とか自由っていうところに
こう展開していくような印象を受けました。で、ここも印象的だったんですけど、周りがこう暗闇だっていう風な表現をされていたんですけれども、画面がすごい明るくなって、羽生くんのシルエットだけ真っ黒なんですよ。自分は真っ黒なんだけども、周りは明るいっていう風な演出が、こう、何カットかこう、パッパッパッパって入ってきていて、あそこは自分の目線から見ると暗いんだけれども、実は周りは明るいんだよっていう風な、そういう演出の一つなのかなと感じました。で、ここでずっと続く暗闇。実は周りは明るいんだけども、自分は暗い。自分から見たら暗闇なんだけれども、そこで手にした自由もある。何者にも縛られない本当の自由だ。っていう、そういうフレーズも出てました。はい。で、ここから天と地のレクイエムにつながるわけですね。ここは本当に暗闇の中で、こう、もがくような、こう、なんかそういう印象を受けたステップもありましたし、でもどこかこう、軽やかな、体が軽いような印象も受けましたし、その、闇の中で手にする自由、何者にでもなれる希望とか自由っていうのも感じられる。そういう、まあ、いわゆる天と地ですよね。その、プラスの部分もあれば、こう、マイナスのような、そういう印象を受ける天と地の、そこの、まあ、レクイエムっていうところで、この曲が選択されたのかなって印象を受けました。その後は、水の音が聞こえてくるっていう風な、あの、言葉が出てくるんですけど、これは最初の激流にまたちょっと戻っていて、その命が周りに流れている音っていうのが暗闇の中で聞こえてくるんですよね。で、これがまたその命を手にすることで激流から逃れられるっていう、その自分がまた生を受ける現実世界に命を授かるっていう選択肢がまた出てきたよっていう、そういう意味なのかなと捉えました。で、この後は、あの夏へになってきますね。あの夏へはもう本当にイントロ聞いた瞬間にもうちょっと感極まってしまったんですけど、千と千尋の神隠しですよね。もう本当にもう好きな曲なんで、これはテンション上がりましたね。で、ここのさっきの水の音とちょっと掛け合わせがありそうなのが、あの千と千尋といえば、あの千尋が小さい頃に白の川に落ちてしまって、そこで白の名前が最後分かって、白は解放されるっていう風な、そういうストーリーになっていたと思うんですけれども、その川の音と水の音っていうのがなんとなく連想されるような、そういう風な、演出になっていたのかなと思ってます。そしてその後はこの先にある夢や希望を見届けたいっていうので祈ったっていうフレーズが出てきます。ここでようやくリプレイの、プレイですね。プレイが遊ぶのプレイから、あの、R の方の祈るっていうプレイに変わっていきます。そして、この、夢や希望を見届けたいっていうところを祈ったことによって、また自分は命を受けた、命を授かったっていうので、この世に生まれていく、生命としてまた活動していくよっていうところの、このさっきの繰り返しですよね。その選択肢があった中での脳を選択していたんだけれども、祈るようになってからは今度は自分が生命として生きていく選択肢をまた取ったっていうので、そこのリプレイもありますし、祈るっていうプレイもあるし、もうここは本当にトリプルミーミングくらいで、あのタイトル回収がされていたんで、もうここは本当によく考えられていて、本当にこれ考えた羽生くんは本当に天才なのかっていうのを ひしひしとここは感じましたね。はい。その後は、春よ来いになってますね。いや、これも本当に好きな、滑りで、暗かった、その真っ暗闇だったっていうところの暗い、その冬から暖かい春に向けての、こう、気温がパーッと上がっていくような、そういう風な印象を受ける、滑りになっていて、衣装も本当にいいんですよ。今までは、ちょっとこう、
冷たい色とか、こう、ちょっとこう、暗めのダークな感じだったのが、こう桜色になって、こうパーッと明るいような、柔らかい印象を受ける、衣装になっていて。で、ここで一つちょっと思ったのが、足からこのお尻のラインがすごいこう、タイトな、衣装になっていて、これはもう本当に言うべきか迷ったんですけれども、男の自分から見ても、なんか美しいこのボディラインが 出ていて、もう体の引き締まり方がもう本当に尋常じゃないんですよ。もう同い年とは思えないくらい体が出来上がっていて、まあ、普段からトレーニングもされてるし、本番に向けての調整っていうので、もう体をがっちり、整えてきたっていうのが、衣装を見てすごい、感じられたので、もうそういう意味でも見てて興奮したっていう ところになります。で、この後は、もうエンディング入るんですけど、もう、これはもう、語ると本当に何時間あっても足りなくなっちゃうんで、サクッと行くんですけど、まさかの、エストポリス電気2の楽曲が使われていて、これはね、もう本当に、人生で今まで生きてきて、もうトップレベルの衝撃というか、本当に何が起きたかわかんないぐらい、もう頭が真っ白になってしまって、もう、預言者のイントロ、最初の冒頭のところが流れた瞬間に、本当に目の前が見えなくなるような、もうそういう衝撃を受けました。ちょっとね、ここは語彙力が なくなっちゃうんですけれども、そうですね、預言者と地上を救う者が出て、その後にバトル1とバトル2にこう曲が展開していって、さらに地上を救う者にこう戻ってくるっていう風な、もうね、エストファン見たら泣かない人いないだろっていう そういうね、もう素晴らしい演出になっていて、もう羽生くんのね、エストポリス電気2に対する愛情がもうめちゃくちゃ詰め込まれていて、もう、もう涙なしでは語れないっていうところでしたね。これは、ツイッターの方でも書かせていただいたんですけど、マキシムとセレナっていうエストポリス電気2のキャラクターなんですけども、この二人が最後、まあ、天に昇っていくっていう風な、そういう演出になっていくんですけども、羽生くんの周りを回る光の玉が、おそらくマキシムとセレナを表している。で、さらには、羽生くんの体の中から緑色の光の玉がこうふわーっと出てくる。で、最終的には3つになるっていうところがあったんですけども、これは自分の愛する、エストポリス電気2のマキシムとセレナに自分の成功を見届けてほしいっていうので、最後は3人で光になったっていう演出になっているのかなと思いました。ちょっとね、エストポリス電気2は、解説の動画も今作ってるんで、もうぜひ皆さんに見てほしいので、ちょっと、はい、動画をお待ちいただければと思います。本当に語っても語り尽くせないくらいのボリュームなので、今はちょっとやめておくんですけど、そういうふうなエンディングになってました。はい。で、この後は、羽生くんがまた出てきて、マイクを持ってですね、MC をされていたんですけれども、ここですごい印象的だったフレーズが、人生をやめない限りは明日がまた続いていくんだよっていうふうにお話をされていて、で、その前の映像のところでも、走り抜けるんではなくて、ただ歩みを続ける、毎日を継続させるみたいなフレーズが出ていたんですけれども、ここも、羽生くんが多分影響を受けていらっしゃる、バンプオブチキン、僕も大好きなんですけれども、バンプオブチキンに、ギルドっていう曲があって、もうこれが、そのギルドに出てくる歌詞と、ちょっと勝手にリンクしてしまって、バンプオブチキンが歌っていて、自分も影響を受けたその言葉と、改めて羽生くんが言葉にすると、すごい説得力が出てきて、もうここも本当に涙なしではっていう ところだったんですけども、ちょっとこれ紹介させていただきます。ギルドの曲の歌詞にですね、汚れたって受け止めろ。世界は自分のもんだ。構わないから
その姿で生きるべきなんだよ。それもすべて気が狂うほどまともな日常っていう歌詞があって、これはもう前半と後半で、自分が戦いに敗れて何度もコンティニューして、その自分に、失敗っていう、これを汚れと捉えるかは人それぞれだと思うんですけれども、その失敗とか自分にとって最初はマイナスだと思う部分も、それをも含めて人生なんだよっていうメッセージがここにはあって、それが、MC でお話しされていた、その、走り抜けるんじゃなくて、ただ歩みを続けるだけでいいんだよっていうところ、失敗も含めて自分の人生なんだから、決して急ぐ必要はなくて、焦る必要はなくて、ただ歩みを続けるだけで、毎日は続いていくんだよっていうところの、メッセージにつながっているのかなと思いました。ちょっとね、バンプオブチキンの歌詞の件は、本当に自分の中でガチッとハマってしまって、勝手に今自分で喋ってるだけなんで、羽生くんが言いたいこととちょっとずれてるかもしれないんですけれども、ちょっとそういう風な印象を受けたっていうところですね。はい。その後はアンコールに入っていくんですけれども、もうここでね、もう本当に良かったのが、羽生くんが、その、この、舞台の照明とか周りのセットの話をちょっとされるんですけど、これを作成されたあのエンジニアさん、スタッフさんは、2鉄 ?3 鉄だけされててっていう話をしていて、もうその自分のアンコールの直前にスタッフさんの気遣いが出てくるって、もう本当に人間ができすぎてて、もうここは本当に感動しましたね。で、今はもうその疲れを忘れて皆さんに楽しんでほしいですっていう話をされていて、これはスタッフさんも含めてのそのツアーのこう出来上がりっていうところだと思うんですけども、そのリンク上にいるのは羽生くん一人だけなので、みんな自分のそのパフォーマンスを見て、今だけはその疲れとかを忘れてほしいですっていうメッセージになっているんですね。もうここはね、これを言える人はもう本当にいないと思ってて、もう初めてああいう、アンコール直前の MC を聞いたので、もう本当にここは感動しました。もう、ここも泣きすぎてて、ちょっと、どういう顔で見たらいいのかわかんないぐらい泣いてたんですけども、本当に感動してしまったっていうところですね。はい。この後アンコール1曲目が、Let Me Entertain You ですね。これも、非常に、こう、ポップな感じの曲調になっていて、今までの前半後半とは打って変わって、こう楽しい、ご自身も、こう、ラフな T シャツでですね、こう楽しく踊られていて、もうそれも含めて、もう羽生くんの、ちょっとリスペクトの意味を込めて、羽生くんって呼ばせてもらってるんですけど、羽生くんの楽しんでる、心から楽しんでる姿が、こう、見て取れて、それも含めて魅力だなと思いましたね。で、ここで、これも言うべきか迷ったんだけど、このスピンの遠心力で、もう、ご自身のグッズの T シャツを身につけてるんで、服がどんどんこうめくれ上がってくるんですよ。遠心力が強すぎて。で、その時に、こう、軸がぶれないで、くる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 って回ってるんで、腹筋と背筋がこう、せり上がってきてて、もうそこも体の締まり方とか、普段からのそのトレーニングをされてるっていうところで、この体のボディラインみたいなのが出てきて、男としてすごい惚れてしまいそうな、そういう風な、一面もありました。はい。その後はですね、もう皆さんが感動して、もう自分もそうだったんですけど、スタンディングオベーションしてたんで、羽生くんも、こう、ありがとうございますって感じだったんですけども、まだ続くんでねっていうので座ってて大丈夫ですよっていう風なお話をされていて、でここでもうちょっとだけ続くんじゃっていうね、そういう風な言い方をされていて、これも普段からね、なんだろうな、その羽生くんのキャラクター、この愛くるしい場面がこう出てきていて、そのちょっとこう気がふわっと抜けた瞬間の羽生くんが出てきて、ここも見ててすごい良かったですね。もうちょっとだけ続くんじゃってあれもすごい良かったなぁ。はい。で、その後はアンコールの2曲目で、生命ですね。これはもう力強さとか美しさっていうのを非常に感じられる曲になっていて、で、ここで
ツイッターでいくつかの方にちょっと拾っていただいた部分なんですけれども、このジャンプを決め終わった後の 0. 何秒かの、まあ1秒にも満たないくらいなのかな、のピタッてこう止まって、体が静止した状態でこうスーッと流れていく、そのジャンプの一連の動作の中の最後の締めくくりとして、体を止めるっていうところですよね。あれちょっと名前がついてるのかな、わかんないんだけども、これが弓道でいうところの残心に該当していると自分は感じて、残心って何なのかというと、残る心って書くんですけれども、弓道でいうところの残心の考え方としては、こう矢が離れていって、それで的に命中して、それで終わりではないんだよっていうのが斬新で、この矢を放したことによって、その一連の動きは完成されるんではなくて、その的に当たったその的を見てる時間っていうのも含めての、この射、この打つですね、射なんだよっていう、そういうのが斬新っていう考え方なんですけれども、スケートも飛び終わった後のあの余韻の時間、こうピタッと止まる時間っていうのも含めて、一連のそのジャンプの流れになっていると自分は考えたので、これは弓道でいうところの多分斬新なんだと思います。その斬新が一番こう伝わってきたのがこの生命です。本当に力強さと美しさと、その斬新から感じられるこの礼儀とか気品かな、気品っていうところがすごい感じられてきて、羽生くんのね、なんて言うんだろうな、その普段からどういう会話をしてるんだろうかとか、話し方とか、普段のその姿勢とか なんかそのいろんなこのバックボーンを勝手に想像してしまって、もういろんなものをその時は考えてました。もう礼儀とかね、礼一つでもキリッとしてるし、ジャンプ一つでも斬新を感じられるしっていうので、どういう、こう、考え方とか生活をしてきたら、あそこまで綺麗に、プログラムを終えられることができるんだろうみたいな、いろんな、本当にいろんなことを考えてしまうような、そういうふうなプログラムでしたね。で、続いて、ジョソーとロンド、カプリチオーノ、ちょっと 言いづらいんだけども、これでメイキング映像が流れていて、で、ここもすごい思ったのが、まあ、このツアー自体映像もいっぱい撮られてたし、何より曲が、十何曲っていう膨大なプログラムだったので、準備をいろいろされてこられたんだろうなっていうのは、思ってたんだけれど、そのメイキング映像でこれを使うんだっていうのでちょっとびっくりしたのが、通常の、メイキング映像だと、その本編とはギャップを感じるような、ちょっと笑顔がこぼれてたりとか、スタッフさんと談笑してはははとか、ちょっと NG の場面が出てたりとかっていう、ちょっとギャップを感じさせる演出が、割とこのメイキングでは使われやすいと思うんですけれども、この羽生くんの、メイキングっていうのは、あまりこう表情を崩さないんですよ。その、めちゃくちゃ真剣な、眼差しで準備をされている映像が使われていて、多分そこを使ってるというよりは、常にそうなんですよ、羽生くんは。で、もうスケートリンクに立った瞬間から、そのめちゃめちゃ集中力をこう保たれていて、そのスケートに対する真剣さっていうところが、もうメイキングから見て分かったので、もう普段からその真剣に取り組んでいる。まあ、もちろんそのラフにやる時もあると思うんだけれども、普段からそういうところを意識して、基礎に忠実に真剣にスケートに向き合っていくっていうところが、このメイキングから感じられたところですね。で、この後は最後の周回で、Ado さんの私は最強が流れました。ここはもう本当にグランドフィナーレっていう感じで、最後出てきて、周回しながらですね、一人一人にこう礼をするような形で、こうゆっくりこう、リンクをぐるーっと回る、形になっていたんですけれども、ここもちょっと思ったのが、滑り、流しの滑りだと、礼もしながらも、
こう、あまり滑りがメインではないと思うんですよ。その一人一人に向かっての礼みたいなところで、ありがとうねっていう感じの集会だと思ってたんですけれども、まあ、もちろんそのありがとうございましたっていう感謝のところももちろんあったんですけれども、この私は最強のところで体が動いてるんですよ。その曲に合わせて多分勝手に動くんだと思います。こう、体がですね、曲に合わせてリズミカルに動くっていうのが、あの一瞬に感じられていて、もうこれは、その多分スケートリンクにいる、かつ音楽を流すで、もうそれで本物の羽生さんが完成させられるじゃないですけども、もう自分の中にこう備わっているものがあの場で発揮されるっていうところが、スケートリンク上になっていて、で、その最後の周回でさえも、その曲がかかることによって自分の中の、スイッチがかかるような、なんかそういう風な印象を受けました。もう周回一つにとっても、なんかそういうのを感じちゃうような、そういう最後のエンディングのところだったのかなって思います。で、その後はですね、マイクをこう地面に置いて、ありがとうございましたって最後は言ってたんですけれども、ここもすごい良かったのが、後ろを振り返らないで、腕をガッとやった状態で、背中で帰っていくんですよ。みんなの方向を向かないんですよ。これも普通の、コンサートと違うところが、まあ、そういう演出をされる方もいらっしゃるんですけども、多分、自分みたいな初心者が求めるのって、初心者というか、初めて羽生くんを見て、羽生くんに感激をしてしまった者の身としては、最後に手を振ってほしいなとか、なんかそういうものをどうしても私は求めてしまうんですけれども、最後まで世界を崩さないで、背中で語らせて、そのまま幕が閉じるっていうのが、めちゃくちゃかっこよくて、もうこれは、その世界、感を崩さないっていうそのプロ意識もあっただろうし、もう出したものは全て出した、その挑戦してその全てを出し切ったものの背中を最後を見せて全てが終わるっていう、もう締めくくりとしてはもう最高の終わり方になっていて、もうここも見てて感動しましたね。もうなんであんなかっこいいんだろう すごいね。もうかっこいいし、もう感動もするしで、なんかいろんな感情がこう自分の中に押し寄せて、もう本当に頭が真っ白になるみたいな、そういうふうな一連の、プログラムだったなっていうのを思います。で、ちょっと長くなってしまったんですけども、最後に総括いきたいなと思います。で、この羽生くんの、ホームページの方にも記載があったんですけども、羽生くんのコメントに、たった1回しかない命、繰り返しできるゲーム、相反している二つの中で、それぞれでしか見つけられない大切なことがたくさんあると思いますっていうコメントがあるんですけれども、本当にそれが詰まりに詰まったプログラムだったのかなって思います。前半では、最初、人生をメインテーマにしてるのかなって自分は思ったっていうのを先ほど言ったんですけれども、一方で後半は、その、この世に生を受けなかった、その、命の物語っていうので始まっていたので、その、命、人生、人の人生よりもさらに上のベクトルの、もっと高次元のものをテーマにしている。それが、まさに、命に対する考え方とか、尊さとか、その、絶望とか挫折があるけれども、その先に待ち受ける希望とか夢っていう、もう壮大なテーマになっているのかなっていうのを考えました。で、ですね、ここ、ちょっと、あと何点かで 長くなってしまったんで、あと何点かだけお話しするんですけど、コンティニューを繰り返して、レベルアップして、ラスボスを倒すっていうところ、そこですごい感じたところで、この生命として活動していく以上は、まあ、これが人間でも動物でも、まあ、植物でも何でもそうなんですけど、困難とか失敗とかっていうのは、壁とかっていうのは、絶対つきものだと思うんですよね。で、それらを嫌悪する、自分の中から排除するんじゃなくて、受け入れてこそ先に見える、夢であったり希望っていうのが、このコンティニューと
そのレベルアップして倒していく、その自分の立ち向かってくる壁を自らの力で乗り越えていくっていうのは、そういうメッセージ性があるのかなと思いました。そして、後半パートの最初のところですね。流れる命を手にするかっていうところの脳を選んだっていうのは、その生まれることのできなかった命、その今自分は生きているけれども、生きてこられなかった命も実は存在していて、目に見えはしないんだけれども、そういうふうな命もあると。っていう、そういう命に対しての寛容さとか、あとは希望を見据えて祈れば、その生まれなかった命ですらも、その輝く瞬間があるんじゃないかみたいな、そういうふうな壮大なテーマになっていると思います。全体を通してなんですけれども、最初に輪廻転生という言葉を使ったんですけど、その命は巡りに巡っていくものだけれども、今各々で持っている命っていうのは実際に一つしかないじゃないですか。今の自分っていうので、一つの命として活動していく以上は、セーブもできないし、途中でね、挫折とかはあっても、そこでセーブをしてやり直すってことはできないんだけれども、それも嫌悪しないで自分の中で踏まえた上で、これからどういう選択を取っていくのかっていうのも、一つのメッセージになっていると思います。だから、今の自分を大事にして生きていこうね。でも、ここで大事なのが、だから常に頑張らなければいけないとかではなくて、生きることに焦ってはダメなんだよっていうメッセージ性も自分は捉えたんですけども、決して駆け抜ける必要はないよっていうところがあったんですけど、その生きることに焦るじゃなくて、確実に一歩一歩歩みを進んで生きられれば、それでいいんだよっていう寛容さみたいな部分を感じられたので、もう命に対する考え方とか、自分の人生とか、これから何を考えて生きていこうかみたいな、そういう悩んだ時に、改めてその羽生君という一人の人はこういうことを考えていた、そういう考え方もあるんだよっていうのを、改めてその自分が迷った時に考え直すことで、何かヒントになるものがあるのかなとか、そんなね、これからの人生に役立つというか、ちょっとこう、プラスの影響をいっぱいもたらしてくれそうな、そういうふうなプログラムになっていたと思います。いやー、ちょっとノンカットで 語るに語ってしまったんだけれども、もう1時間くらい経ってるんですけど、そうですね、ちょっと初心者で、スケートのその技の名前とかも全然わからなかったんだけれども、これくらい考えさせられるところはあったし、その自分で大事にしていこうと思える部分もあったので、次のね、佐賀公演と、あとは横浜はちょっとチケットをなんとか 入手して、現地で、ご本人を、見させていただきたいなと思って、ちょっとね、なかなか倍率的にも難しいとは 思うんだけれども、一回見たらね、もうまた見て体感したいっていう気持ちがすごい出てきてしまったので、ちょっとこれからも羽生くんの姿をちょっと追っていきたいなと思います。で、途中でもあったんですけれども、エストポリス電気2の解説動画今作ってるんで、ちょっと完成までもう少しお時間はいただくんですけれども、もしできたら、動画を見に遊びに来ていただければなと思っております。じゃあそんな感じで 長くなってしまったんですけれども、以上とさせていただければと思います。はい。まあ、ニャチダイヤというものです。これからよろしくお願いします。どうもありがとうございました。